ビアチェスラフ・ラディミロビッチ・エキモフは、ロシア・ビボルグ出身の男性元自転車競技選手。旧ソビエト連邦時代の1984年、ジュニア世界選手権の団体を射抜き、ポイントレースで優勝。翌1985年より、世界自転車選手権、アマコジンを射抜きで3連覇を達成。1988年開催のソウルオリンピックの同種目において、 断然の本命と目されたが、国内予選において、銀タウタス・ウマラスに不覚をとって、同種目の出場権を失ってしまった。しかし、ソビエト連邦の団体追い抜きのメンバーに選出され、同オリンピック、個人追い抜き金メダリストのウマラスらと共に、金メダル獲得に貢献した。1989年の世界選手権の、個人追い抜きは制し、世界選手権において、 同種目は4回制覇。そして1990年、ドイツ統一元年であり、ソビエト連邦崩壊も目前に迫った年であったが、エキモフはプロ転向を決意。名称、ベーターポスト率いるオランダのパナソニックチームと契約を結ぶ。1990年、前橋で開催された世界選手権、プロ個人追い抜きを制覇。世界選手権においては、 翌1991年のプロポイントレースも制覇した。ここまでは主にトラックレースにおける活躍が中心だったが、1990年にツールドフランス初出場を果たし、以後2006年まで15回の出場を果たすことになる。そしてツール出場を契機にロードレースへと完全に重きを置くようになった。1992年には中立選手権を制覇。 1997年にはロシア国内選手権、ロードレースを制覇。1998年、ロンドファン、ネーデルランド総合2位等の実績を残す。2000年、ランス・アームストロングはエースである、US ポスタルサービスに移籍。その年行われた2000年シドニーオリンピック、ロード個人、タイムトライアルにおいて、チームメートのアームストロングや、ドイツのヤンウルリッヒといった、 ビッグネームを破って金メダルを獲得。またツールではアシスト役としてアームストロングの連覇更新に貢献した形となった。2002年一旦引退を表明しロシアのチームで指導に当たることになっていたがツール直前に復帰した。この時点では真相に口をつぐんでいたが引退後のインタビューによると健康診断で内臓機能の悪化が 明らかになったために休息をとっており、復帰と指導者両面の道を模索していたという。2003年にはパリ・ルーベで3位に入る。2004年に行われたアテネオリンピックの個人タイムトライアルではアメリカのタイラー・ハミルトンに続きに位。2006年40歳となったエキモフは、この年のツールにおいて15回目の出場及び完走を果たしたが、 これは、ヨープズートメルクの十六回に次ぎ、ルシアンバインプと並ぶ、大記録である。同年に引退。その後ディスカバリーチャンネルチームのスタッフとなった。i o c t o s t r i p h a m i l t o n o f 2 0 0 4 o l y m p i c g o l d m e d a l c y c l i n g n e w s c コム二千十二年八月九日付。 ハット、h-a-m-i-l-t-o-n-r-e-q-u-e-s-t-d-r-e-m-o-v-a-l-o-f-o-l-i-m-p-i-c-t-i-t-l-e---i-n-g-n-e-w-s.com2012 c c y l 年8月10日付ありがとうございます。